北流町三国北流町は北海道の空地総合振興局管内北部にある町である。雨竜群に属する。町名は母町の雨竜町北部に隣接することによる。ひまわりの作付け面積は日本最大規模であり、ひまわりを中心とした町づくりを行っている。空地地方北部、雨竜川の西岸に位置する。町東部は平野、西部は山岳地帯。 2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。北流町の基幹産業は農業である。ひまわりの栽培では21世紀に入って、島根県の氷川町が追い上げてきているものの、北流町は2019年時点でも、ひまわりの作付け面積は日本一であり、種子は食用油などに加工することもある。その他に、 旗作では、青肉のメロンなどを栽培している。またいな作も行っており、21世紀に入ってからは、七つ星などを中心に作付けしている。いずれも、無周廃局であり、周廃業務は、モセウシ郵便局が担当する。北竜中学校北竜町は、ひまわりで町おこしをしており、道の駅には、サンフラワー、自動車専用道路のインターチェンジにも、 ひまわりの名前が入っている。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道函館本線もせうし駅。廃止された鉄道路線かつては国鉄の殺傷線が通っており、町域には和駅、中野大駅、壁水駅の3駅があった。しかし1972年6月19日に廃止されて以来町内に 鉄道は存在しない。ありがとうございます。